皆さんこんにちは、ロカです。この番組では皆さんが気になる商品を5分で分かりやすく紹介していきます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。なお在宅にカスタムのご相談はパドック店頭まで直接お願いします。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。さて今回ご紹介するのはこちら、もう10出てますけれども、 G&G アーマメント G2 システム3点5点バースト設定方法。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、で新型メカボックス G2 システムは電子トリガー FET を搭載ということで、3点バーストと5点バーストが自在に設定できます。でこちらの方ですね、実際に設定方法をやっていきたいと思うんですけれども、3点バーストの設定はまずセミオートポジションにして、トリガーを10秒長引き、そうすると音が聞こえるかな。はい、鳴ったかな、聞こえたかな、分かんないけど、そうするとフルオートポジションにすると3点バーストになるでしょ。はい、大丈夫で、これで戻す場合ですね、戻す場合は同じ操作をするか、バッテリーを抜くとリセットがかかる仕様となってます。一応ね、一回やっておきましょう。もう一回セーフティーにして、はい、奥座が鳴りました。そうするとはい、フルオートに戻ります。5点バーストの設定はセミオートポジションにいまして、ここからセミフルを5回繰り返してフルオートポジションでホールドすると、このねブザー音が鳴るというんですけれども、実際にやってみましょう。1、2、3、4、5、お、鳴りました。でこれで、5点バースト、で、こちらで、ね、また戻すときは今度はセミオートポジションで、長引きを10秒、はい、これでフルオートポジションが、はい、5点バーストから戻ってフルオートになりました。もしくはこのバッテリーを抜くとリセットされるということでございます。でこのバースト設定時はね、マガジンが装填されているのが条件となるんですけれども、これノーマルマガジンだったら BB 弾が入ってないとできません。で多弾層は BB 弾がなくてもマガジンが装填されていれば発射が可能ということで、こちらのね G2 マガジンだと、ここね分かる、これが出てるとボルトストップがね、かかっちゃうんで、セミオットとかで、引くことができないということでございます。でこれはね、今丸井さんの多弾層を使っておりますが、まあ、多弾層マガジンね、入れれば簡単にね、セミオートポジションでこうパッと引くことができるんで、ここだけご注意ください。他にね、一応打ってる絵がありますので、ぜひ見てみてください。それではどうぞ。さて、3点の方法が、設定していきます。はい、フルオートポジションにして3点バースト打っていきます。ほう、いいんじゃない。で、セミオートにもう1回ポジションにして5点バースト、1、2、3、4、5、はい、でこれで5点バーストいきます。なんもない、はい、という形で3点バースト5点バースト一応ね、やってみましたが、非常に集団性も良くて、面白い使い方がねできるんじゃないかなと思うんですけど、5点より3点かな、イメージとしてはなんかもう5点だとフルオートで打ってるとあんま変わらないかなっていう気もするんで、まあ、3点バーストはサバゲーで非常に使いやすいんじゃないのかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。皆さんもバースト射撃を楽しんでください。さて今回ご紹介したのは G&G アーマメント G2 システム3点5点バースト設定方法。 G2 システム搭載電動ガンのご購入は模型パドックのホームページからお願いします。画面の QR コードか概要欄にもリンクがありますのでチェックしてみてください。皆様からのチャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。